骨粗鬆症予防。骨粗鬆症は、骨密度が低下し、骨が脆くなり、骨折しやすくなる疾患です。特に女性や高齢者に多く見られます。しかし、適切な予防策を取ることで、骨粗鬆症のリスクを軽減することができます。予防策の一つは、運動です。適度な運動は骨の成長を促進し、骨密度を維持することができます。特に重力に逆らう運動、ウェイトトレーニングやジョギングなどは効果的です。栄養面でも注意が必要です。カルシウムやビタミン D などの栄養素を十分に摂取することが大切です。また、過度のアルコール摂取や喫煙は骨粗鬆症のリスクを高めるので、控えましょう。骨粗鬆症は、自覚症状が少なく、骨折してから気づくことが多い疾患です。予防を心がけ、健康な骨を維持しましょう。食生活の改善も骨粗鬆症予防には欠かせません。カルシウムやビタミン D を含む食品をバランスよく摂取しましょう。特に、乳製品や魚介類、豆類、ナッツ類などが良いでしょう。また、塩分や砂糖の過剰摂取も骨粗鬆症の原因の一つとされているため、注意が必要です。また、日光浴をすることでビタミン D を作ることができます。週に数回、日光浴をするよう心がけましょう。ただし、長時間の日光浴は皮膚がダメージを受けるため避けるべきです。最後に、定期的な健康診断も重要です。骨密度測定や骨代謝マーカーの検査を受けることで、早期発見、治療ができます。予防と早期発見、治療を心がけ、健康な骨を維持しましょう。